皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですねアニメ部やっていきましょう。アキさん、アキさん聞いてくださいよ。どうした、なんか漫才みたいな入り方になってるけど。いやね、夜になるとよく女の子の声がしてたじゃないですか。あれは異世界のポムニの声だったな。あいつが異世界から出れなくて困って泣いてる声だったんだよな。またポムニが泣いてるのか。あいつの力になってはやりたいけどさ、アキシ国に攻めてくる敵も多いからな。アキさん、今回はポムニさんの声だけではないんですよ。え、どういうことだ。前回結構襲われてたけど、またあいつ襲われてんのか。襲われてるというよりも何か話してるような声なんですよね。まあ仲間がいるって言ってたからな。でも口論というか少し穏やかではなさそうな雰囲気なんですよ。ああ、そうなのか。仲間とうまくやれてねえのかな。夜になったら聞こえてくると思います。んやだな、あんまりうるさいと寝れないからな。いやー、もう食べられないよ。いやー、バリバリ言ってるじゃないですか。もう言ってることがむちゃくちゃね。そんなことはないぞ。私の言うことを聞けば丸く収まるのだ。本当にそうなの。もうこんな世界嫌。そう言うな。慣れたらいい世界だぞ。君もすぐ慣れる。出口はどこなのよ。私帰りたいわ。出口？そんなものはないぞ。君はこの世界で生きていくんだ。まるで壁の薄いマンションですね。会話が丸聞こえです。よくこんなうるさいのにあなたは寝れますね。アキさん、じゃがりこクリームシチュー味だって。美味しいのかな。アキさん起きてください。アキさん、なんだよパロー。話し声がしてます。起きてください。ほら、今回もゲートの向こうから声が聞こえますよ。もう本当に嫌。そんなことを言うな。どれ、私がこの世界を案内してやろう。ついてくるんだ。嫌よ、あなたにはついていかないわ。いいからついてきなさい。きっと楽しいぞ。アキさん、何やら様子がおかしいです。助けに行った方がいいかもしれません。あー、これは聞こえるっていうレベルじゃねえな。めちゃめちゃうるせえな。うるさいって言いながら寝てるじゃないですか。よく寝れますね。しょうがねえ、ポムニのことが心配だからちょっと見に行くか。そうしましょう、アキさん。しかしよ、なんでったって夜なんだ。昼間に騒いでくれればもっと行きやすいのに。それは確かにそうですね。そこら辺の謎も解けたらいいんですが。よし、ポムニたちの世界に行くか。気はあまり進まないけどな。よっしゃー。さあ、着いたぞ。お、ポムニだ。ん？なんか、なんだあいつ、変なやつがいるぞ。さあ、ポムニ、行くぞ。この世界の案内をしてやる。だから嫌よ。自分でこの世界を探索するわ。あなた、なんか怪しいもの。何を言っている。私はこの世界の管理人、ケイン様だぞ。私の言うことは聞いておいた方がいい。管理人？うさんくさいわね。やい、お前ポムニから離れろ。嫌がってるじゃねえか。あなたがしようとしていることは誘拐じゃないですか。ポムニ、今この入れ歯野郎からお前を守ってやるからな。入れ歯野郎だって？ははは、確かにまとわれている。しかし少し不愉快だ。言っただろう、私はこの世界の管理人。私に逆らったらどうなると思う？どうなるとって。アホーレ。パロ、ケインって言ったかしら。あなたとんでもないことをしてくれたわね。何を言っているんだポムニー。とんでもないことを言ってきたのはあいつらだぞ。しかも今まで使われてこなかった扉から2体もイレギュラーな存在が現れた。これは管理人としては見逃せない。つまり不法侵入者は即デリートだ。デリートってあなた、アキシたちを削除しちゃったの？驚かせて悪かった。今のは冗談だ。別のところへ飛ばしただけさ、ポムニ。さあ、私たちも今からそこに行くんだよ。私についてくるといい。だから嫌だって。拒否権はない。アクシスゲームルーム。
おいおい、ここは一体どこなんだよ。へんてこなやつらがたくさんいるぞ。あいつケインって言ったか。くそー、出口がどこにも見当たらねえ。うわ、変なおっさんが俺たちを襲ってくるんだが。パロ、おい大丈夫か。このボム爆発するぞ。ギャー、くそー、なんてへんてこな世界なんだここは。爆弾の威力はそこまで大したことはないですね。それがせめてもの救いだな。うん、よかったよかった、楽しんでくれているみたいだな。あ、ケインとかいうやつ、おい、なんで俺たちをこんなとこに飛ばしたんだよ。変な親父どもに囲まれてるぞ。しかもさっきのところからだいぶ離れたところなのか、なんか別の世界っぽいんだけど。察しがいいね。君たちを少し試させてもらった。別の世界から来た存在、もしかしたらこの世界にとって脅威になるかもしれないからね。私にはそれを見極める義務がある。こいつらはバグを破壊するボムを搭載している。君たちがこのボムで無残にも爆発しないということは、とどのつまり君たちはゲストだ。歓迎するよ、アキシ君、パロ君。おいおい、俺はお前のことまだ信用してるわけじゃねえからな。そうよ、気を抜かない方がいいわ。私もこの世界に来てから初めて会う人なの。なんだか空も飛んでるし、言ってることが怪しいから鵜呑みにしてはいけないと思うわ。何を言ってる君たち。私はこの世界の、何度も言うが、管理人だぞ。管理人なんだったらよ、この世界をいとも簡単に操れるってことか。ふふふふ、造作もないこと。このアメージングなデジタルサーカスの中において私の右に出る存在はいないのだ。そこんとこよーく覚えといてね。やっぱりいまいち信用できねえな。管理人だったらよ、この謎の生物たち簡単に倒したり消したりできるだろう。むむ、もちろんだと思う。やってみせようか。ああ、頼むぜ。こいつらに囲まれてたら落ち着かないからな。よし、では見せてやろう。さあ、デリートプログラムたちよ、私の話を聞いてってきゃおいおい、やられてんじゃねえか。いや、デリートプログラムの攻撃力を上げすぎたようだ。私としたことが、すまないが、アキシと言ったか、君は作るのが得意だそうだな。私を直してくれ。やだよ、めんどくせえ。へへへへ、これが俺の狙いさ。俺たちのことをイレギュラーな存在とか言ってバグ扱いしておきながら、あいつ自身がやっぱりバグだったんじゃねえか。こいつの爆弾ってバグに効く爆弾なんだろ。それを見極めたかったんだよ。なるほど、うっかり騙されるところでしたね。アキシ、ケインを破壊してしまって本当に良かったのかしら。ここに連れてきたのもケインよ。ケインがいなかったらあなたたち元の世界に戻れないんじゃないの。あ、しまった。なんかこの世界デジタルサーカスとか言ってたよな。俺たちはその世界に閉じ込められている。やつがいないと扉のところまで戻れない。アキシさん、何をやっちゃってくれちゃってるんですか。ケインさんを今すぐ直してください。そして早くこの物騒な世界から脱出しましょう。くそー、なんであいつこの世界の管理人だったら自分で蘇ることできねえんだよ。いろいろと突っ込みどころはあるが、しょうがねえ。ケインを直してこの離れ小島から脱出するぞ。さあ、ケインを組み立てていくぞ。まずは胴体、そして足。さあ、左腕に、さあ右腕を作っていく。右腕にはね、ステッキみたいなの持ってるからね、魔法の杖かな。さあ、今度は顔というか入れ歯というか、はい、歯茎。さあ、歯作って、目ん玉作って、シルクハットかぶせたら完成。デジタルサーカスの管理人ケインだ。あー、危なかった危なかった。アキシと言ったか。お前たちはなかなか見どころがあるな。どうだ、このデジタルサーカスの一員にならないか。でもよ、ポムニがこの世界にずっといたらバグってモンスターになっちゃうって聞いたぞ。ああ、彼らのことか。このデジタルサーカスは誰が何と言おうとめちゃめちゃいい世界なのに、それを認めず元の世界に帰りたい帰りたいと言っていてはバグっても当然だ。君はこのデジタルサーカスに来ているのに、どうやら姿も変わっていないし、名前も覚えているようだ。故に危険なウイルスだと判断したが。ああ、そうか、ポムには別世界から来たけどこの世界に来て姿が変わっちゃったって言ってたもんな。元の世界に行った時の名前も覚えてないみたいだからな。アキシ、あなたはなぜ覚えていられるの。なぜ姿も変わらないの。
ケイン、あなたこの世界の管理人なら何か知ってるんでしょ？残念ながら私も何が何やら。まあとにかくイレギュラーな存在だということは間違いない。ゆえに私は君のことを試したわけだが、逆にこちらも試されていたというわけだ。なかなか見どころがあるぞ。どうだ、君たちもこの世界の管理人にはならないか？管理人にならないかって、この世界のこと全然知らないんだけど。それにお前みたいな力持ってないぞ。管理人になったらその力をくれるということですか？ケインさんのような魔法を私たちも使えるのならば少し考えさせていただいてもよろしいんですがね。それはダメだ。ダメなんかい。代わりに元の世界にいつでも戻れるようにしてやろう。しかし君たちにもこの世界のために働いてもらうぞ。問題があったら私の代わりにこの世界の秩序を保ってくれ。よろしいか？なんだかめんどくせえことになっちまったな。アキシのゲーム部屋で今夜も無邪気に寝たいや。アキシ、私は賛成よ。あなたとパロに管理人になってもらったら心強いわ。そうだろう、そうだろう、ポムニー。なかなかいいことを言うじゃないか。そうか。わかったよ。いつでもこの世界に来ていいんだな。で、来た時はこの世界の秩序を保つのを手伝えばいいんだよな。そういうことだ。では、ケインさん、私たちの世界に帰るゲートを出してください。ゲートならもう自分たちで出せるようになっているはずだぞ。管理人になったのだからな。ほんとか？どうやって出すんだよ。チチンプイプイのプイと言うんだ。なんかダセーな。で、お前が持ってるその杖みたいなのなくていいのか？これはやらんぞ。これは私のだからな。くれとは言ってないんだよな。よし、試してみるか。チチンプイプイのプイ。違う違う、チチンプイプイのプイだ。もうめんどくせえな。チチンプイプイのプイ。やっぱり出ねえぞ。もう一度正しく発音してみろ。正しく発音って、チチンプイプイのプイ。出てきた。何なんだよこの茶番はよ。元の世界に帰るのだな。このデジタルサーカスの中にはポムニー以外にも様々な住人がいる。今度来た時は順番に紹介してあげよう。ぜひ頼むぜ。この世界のことをよく知らなきゃいけないからな。それではアキさん帰りましょう。じゃあな、ポムニー。何か困ったことがあったらドアに向かって叫ぶんだぞ。ただし夜以外にな。この世界には夜とかないから。あなたたちの世界はいつも夜なのね。できたら夜以外でお願いしたいんだがな。無理か。よし、パロ帰るか。ケイン、ポムニー、また来るよ。じゃあな、またな。よし、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価チャンネル登録お願いします。はい、というわけでですね、今日はアメージングデジタルサーカスのケインが登場しましたということでね、いやー、これからですね、アメージングデジタルサーカスのキャラクターがね、たくさん登場してくると思いますので、お楽しみに。いやー、ケイン魔法でね、ビリビリビリにしてるぞ。さあ、今日もですね、じゃんけん T レックスやっていきましょう。いきますよ。最初はレックス。じゃんけん何が出てくる？出てきたのはチョーキーだ。ブルーシザーズ VS ケインということで、ケイン噛まれている。負けじと今噛んでたぞ。魔法効くか、じゃんけん T レックスに。おー、バグった。それではまたねー。フリーズしちゃったよ。